平野紫耀がキスシーンでの楽しいエピソードを語り、ファンの笑顔と絆を深め、魅力を一層際立たせました。日本の人気グループ、キングプリンスへの平野紫耀が2021年5月23日に放送された冠番組、キングプリンスル日本テレビで驚きのキスシーンについて語り、スタジオを爆笑の渦に巻き込みました。 この出来事が彼のファンや視聴者に大きな話題となり、彼の魅力に新たな光を当てるものとなりました。平野紫耀のキスシーンへの言及。番組では、キスシーン史に残るキスを考えるというテーマのもと、名作映画のキスシーンを振り返り、それを超えるキスを考える指令がメンバーに出されました。この指令を受けて、平野紫耀さん、岸優太さん、 高橋海人さんといったメンバーがこれまでにドラマなどで経験したキスシーンについて話しました。その中で平野さんは少女漫画の実写化作品に出演することが多いことから少しロマンチックな要素を含むキスシーンが多いことを告白しました。平野さんが普通にチュというよりは顎に手を添えてキスしたりとか、 と、キスシーンについて語ると、進行役のお笑いタレントである劇団ひとりさんから、それって、キスを、したふりのやつと尋ねられました。すると、平野さんは、キスを、した、を、した、と混同し、いや、舌は入れてないです。と、まさかの暴露をしてしまったのです。この一言に対して、スタジオは爆笑に包まれ、笑い声が広がりました。 さらに、神宮寺ゆ太さんは、キスシーン未経験であるため、したいっすね、と羨ましそうな表情を見せました。この突然の暴露に対して、スタジオからは、やべえグループだな、というツッコミが飛び交いツイッターのファンからも楽屋でみんなでキスくんくどいて本当にキスするとか普通じゃない褒めているキスしてキスくん惑わすのが楽しいのか W、といった歓声が寄せられました。 平野さんの楽しいエピソード。番組では平野さんが楽屋でのエピソードも語りました。彼はツアーで仙台を行った時、楽屋で待ち時間があったので、金プリ内で騎士君を一番誰がキュンキュンさせられるかという遊びが流行っていたことを明かしました。 このエピソードには、最後は全員がキスで終わるという予想外の展開も含まれており、スタジオや視聴者を驚かせました。この告白に対するスタジオやファンの反応は、平野さんの明るく楽しい性格や、メンバー間の友情を示すものとして、大いに歓迎されました。彼の笑顔とユーモアのセンスは、ファンにとって特別な存在であり、番組内での楽しいエピソードは、 彼のファンとしての魅力をさらに際立たせるものでした。ファンの反応。平野紫耀さんのキスシーンに関する暴露に対するファンや視聴者の反応は大きな注目を浴びました。ツイッター上では、楽屋でみんなでキく君くどいて本当にキスするとか普通じゃない、褒めてる、キスしてキシ君惑わすのが楽しいのか W、といったコメントが多数投稿されました。 これらのコメントからは、平野志耀さんのファンたちが彼の楽しいエピソードに共感し、その魅力を称賛していることが伺えます。彼の明るいパーソナリティとユニークなエピソードは、ファンとの絆を深め、彼をさらに支持する要因となっています。結論。平野志耀さんの突然のキスシーンに関する暴露は、 彼のファンや視聴者に笑顔を届け、楽しいエンターテイメントとして受け入れられました。彼の率直なトークやユーモアのセンスは、彼をファンたちとの特別なつながりの一部として位置づけ、彼の魅力を一層際立たせています。キングプリンスへの平野紫洋さんは、その明るい性格と楽しいエピソードを通じて、ファンに愛され続けています。 彼の今後の活躍にも期待が高まります。